Hello。OK。今日はお疲れ様会ということで、チンジャオロー用意しました。ご飯まだ食べてないんだよね、いろいろ。まあいいや、とりあえずやろう。皆さんこんばんは。アップアップガールズかくにきの勝ちまやです。いかがお過ごしですか？カジシマは元気です。昨日までショールームイベントに出演していたんですけども、結果がね、さっき出て残念ながら1位ではなかったという。なんなにみんなが頑張ってくださったのに1位を取れなかったことがすごく悔しいです。いや、もしかしてやっぱ1位じゃないかもなとちょっと思ってたりもしてて、本当にみんなちょっとがっかりさせちゃったかなって思ったんですけど、ちょっとユニゾンラインは新大久保に流すことはできないみたいです。なので私が全力でユニゾンラインを PR していきたいなと思ってます。ああ、本当にたくさんの応援が力になりました。ありがとうございます。お返しちゃんとできるかしら。私ちょっとあれなんだけど、これからの配信でみんなに楽しいなってこう思ってもらえるように頑張りたいなと思っております。ということで、ジンジャーエールを飲んでいきます。めっちゃすごい。ジンジャーエールを飲んでいきたいと思います。で、今日のご飯がね、さっき作ったんですけど、まだそこまでお腹が空いていなくて食べてないんですよ。だから写真だけ撮ったから見せますね。じゃじゃーん。実家でナスを頑張って作ったらしいんですよ、ママが。それをバラ肉で巻いて、角煮っぽい感じにして、味付けをね、甘じょっぱにしてグツグツ煮込みました。お、で、姉ちゃんが今日夜いないんですけど、お弁当、明日のお弁当用になんか作ってみたいなこと言ってたんで、作る、オッケーみたいな、なんかお弁当に入れられるようにゴロゴロしたものを 作っておりました。いや、食べたいんだけど、そんなにお腹空いてないから、ちょっとこの配信終わったら食べようかなーって思ってます。いや、なんか最近お料理ちゃんとできるようになってきてよかったです。なので、醤油、みりん、砂糖、酒、水、わあ、はい、ゴー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 みたいな感じでやりました。 はい、そうで、なんかナスがそんなに多くなかったから、一緒にもらったじゃがいもも巻きました。 そうだから、後で食べようかなって思ってます。ということで、皆さん今日はもうおうちにまだついてない方もいると思うんだけど、ここでみんなと一緒に乾杯したいと思います。お疲れ様でした。乾杯。美味しい。めっちゃ久しぶりだな、ジンジャーエール飲むの。いい感じです。じゃあ今日はゆったりトークしていこう。今まで結構バキバキな配信が多かったから、改めてゆっくり配信していこうかしらね。たく
くさんコメント来てるし、今日もたくさんの方が来てくださっていて嬉しいですね。ポカリイエーイ誕生日はあれだよ、ファンタグレープでしたよ。ポカリ飲んでる、いいな。チーコちゃん、メンバーのチーコちゃんがね、めちゃめちゃアクエリアス好きですよあやちゃんです、どうも。じゃあトークテーマ回していこうかな。ネットのあんまり、あれ最近なんかやったかな。でもトークテーマを回していこうかな。水道水だって、あーうちもめっちゃ飲むよ。あ、ちょっと会話きっかけワールドワードルーレットっていうのがあるよ。もっと私を知ってもらうために今日はトークテーマを回していこうかな。あとはコメントでも質問待ってます。質問っていうか、カジュに聞きたいことがあったらよかったら言ってください。7月の28日に表参道グラウンドにてカジノバースデーライブイベントかな、バースデーイベントも決定しているので、そうですね、ぜひね、みんなにぜひぜひぜひ来てほしいなって。急な日付になっちゃうから来れないよって方も結構いると思うんだけど、もしお時間ありましたらね、18日お越しくださいな。誕生日まだ終わってないんでね。ナスは何回取れそう、えどうなんだろう。ちょっと今度実家帰る日付決まったので、その時ナスちょっと見てこようかな。カジまだ22歳ってことにしとこうかな。カジバースデーの準備順調だって。今日も割とずっとギターを弾いていたので、いやなんかね、わかんない、ちょっと手が緊張してるのかね、小指がねちょっとうまくいかなくて、ちょっと順調じゃないかもしれない不安ですね。ちょっと次の誕生日が来るまでは誕生日、そうだね、そうですね、誕生日自体延期にして、まだ22歳ってことにしとこうかな。そうですね。じゃあ一個トークテーマいってみましょう。ダン、わーお、もしあなたが総理大臣になったら初めに行う政策は、だってちょっとやばくない、どうしよう、急だな。私が総理大臣になったら、どうしたらいいんだろう。あんまり深いこと言うとあれだからね、ちょっとまずはだよね、まずは経済を回したいですね。なので政策取れるから、何かめっちゃ経済回したいな。経済回すためにはどうしたらいいんだろうねむずいよね。経済を回したい、政策を取りたい、すごいなんかパーティーみたいな日を一日作る、浪費パーティー日なんだろうね、みんながパーティーの日っていうのを作ることにするよ。パーティー日です。今日はパーティーの日っていう、こうなんか日を決めたらさ、例えばなんか肉の日だったら肉食べようかなと思ったりするじゃん。で、ね、なんかショートケーキの日だったらショートケーキ食べようと思ったりするでしょ。なんかその感じでパーティーの日って言ったらパーティーしたくなるかなって思うから、あのパーティーの日を作りたいかなと思います。それでは続いていきましょうはい、英語で自分の趣味を話してください。マジ？私の趣味？英語で？ I'm Aya. My favorite hobby
My… あ、合ってんのかな、ちょっと、あ、いや、日本語すごい、あ、喋ってる、あ、あ、My favorite hobby is cleaning home cleaning today hurry up early hurry up early hurry up 痛い speedy speedy quick wrap up living running quick wrap up living running 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 next water closetCleaning, cleaning, cleaning. Next, bus, bus, cleaning, cleaning. Dash, ready, go.どうよ、わかったかな、私が言うこと。いけたかな。クリームランタ出てたかったですからって、あ、よくわかったね君、それ私ですね多分。ガストくん、え、すごい、素晴らしすぎてありがとうございます。ウォータークローゼット何ですかって、トイレ掃除。トイレ掃除をなんて言ったらいいかなと思って、最後ですって言っちゃったよね。めちゃめちゃですって言っちゃったよね。でも言いたかったのは、最近掃除が好きで、掃除のために今日早く起きて、めっちゃ急いで掃除機かけて、クイックルワイパーかけて、排水口掃除してトイレ掃除してみたいな、めっちゃやったよ。で、綺麗なんだ今日めっちゃ素敵っていう話にしたくて。でも私掃除機が英語で分かんないか、分かる人正直英語で分かる人、みんな調べちゃダメだよ、今調べてる人いる、絶対調べてる人いる。あ、クリーナーね、絶対聞いたこと、ルンバっていう、最高だね、いいね。なんて読むんだろう、これ読み方が分かんない。あ、パッと出てこないってことは、もしかしてカジシマルーム全滅かもしれない。ば、なんて読むんだろうこれ、バキュームクリーナーか、この感じだとバキュームクリーナーって読むのかな、だってみんなやっぱこれ知らないよね、てか普通知らないんだろうけど、パッと出てくる人いなかったね。あー一生一度、うん、数単語出てこなかった、数単語で出てこなかった、確かに悔しいね。私もなんかさ、いけそうじゃんバキュームクリーナーって、なんかいけそうだからめっちゃ悔しいよね。会社で英語点数悪くて偉くなれないんですもんって。あ、そうなの？
いや難しいね英語で言うのは、うん、いやここでパッて誰か言ったらすごかったよ。でも無理だってこれはむずい難しいね。英語は苦手ですか皆さん。得意だよ、得意ってかこうなんだろう、私が数学得意って言ってるぐらいのつもりで全然大丈夫なんだけど、あの教科の中で英語好きでしたか皆さん。私今になって英語好きだよ、うん、あの聞くのがいい、好きでかっこいいなって思うから、あの全然わかんないけど、英語勉強中なのに分からなかった口ですって、あやっぱりあんま使わないのかもね。じゃあもしかしたら海外行くと喋りたいなと思うって、スプラ3 9月に発売でね、5教科で一番悪かったって。ああそうなんだ、英語韓国語勉強中って、おーすごい。いやリスニング嫌いだけど海外旅行好きだ。え私海外旅行台湾しか行ったことない、しかも仕事でイエイ。いやそうだよね。で何をしようと思ったんだっけ、あそうそう、映画とかさ字幕で見たりするとかっこいいなと思ってさ、あじゃあ私がかっこいいなんじゃない、字幕で見てると英語喋ってる方かっこいいなっていう意味ねって思って、あの映画一本見終わった後私も英語喋れないかなと思ってララ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 ってずっと言ってた。はい、それじゃあ続いていきたいと思います。今着てる服自己評価してくださいねって言っちゃなんて今日外から帰ってきて着替えちゃったんだよね、お家用に。私さお家用の服とさ外に出る用の服結構さ、うちめっちゃ部屋着タイプ、あれみんなさわざわざお部屋着持ってる、お部屋着持ってる、うんうん、パジャマじゃなくて部屋用に着る服と何お家外出る用の服めっちゃバキバキに分けるタイプなのよ。私家で過ごす時とかもう全部脱いじゃん、外から着てたやつとか無理なの、過ごせないの。だからお仕事用の洋服と、まあ、遊ぶ時の用の、 あの洋服と分けちゃうんだけど、今日はこれで一回外出て帰ってきて買い物行こうと思って着替えた服、なんかこれ基本的になんかちょっと外出る時こんな感じ。いや超シンプルすぎて超恥ずかしい。評価的には私はもうその近所歩くにはもう100点です、うん、もう100点、もうこれぐらいだったらもう超外出ちゃう、うん、コンビニとか行っちゃうこれね全然行っちゃう余裕です。お気に入りなんでこの T シャツ、はい、そうなんです、イエイ。それでは続いていきたいと思います。最近起こった出来事だって、あったかな最近、おこでしょ、おこ最近起こったことは、何に起こったかな、最近起こったことなんだろう、いや あるとは思うよ。なんか怒るっていうかイラッとすること私結構あると思うんですよね。怒ったあーとか言わないけど割と私あると思うんですよね。そんなにあの穏やかじゃない方だと思う、うん、あ洗濯物か、ね、でも怒ってはないのか、むずいね。リボンが高かったのはちょっと怒りたかったね。なんだろう、まあ怒るイラッと、でもなんかさ怒るってさなんかどうにかすれば怒らなくて済むんだもんそう、うん、そう拗ねることはめっちゃ多いです。そうだね、イラッとするっていうよりも拗ねることはものすごい多いかも、人の100倍くらい多いかも。
なんでやろうな、ね、ってよくやってますよ。怒った感じって想像できないで言われる、よく言われるんだけどさ、あっちも全然怒るよ。いや怒るよ、怒るって。あそうだ、よく覚えてるね。接着剤がそう固まってた時はちょっと「え買ってくればよかった」ってめっちゃ思った。うん、いやでもなんか怒るのってさ、なんかどうにかすれば怒らなくて済むんだったらなんで怒るんだろうって思っちゃう。だから姉ちゃんとか結構怒るんだけど、何怒ってんだろうって思っちゃう。だから嫌なんだろうね、だから対象なんだろうと思う、考えが。うん、でも姉ちゃんはもうずっと怒ってもすぐ解決するからすごいなって思うけど、うん、でいやなんか大人になろうってなっちゃう私は。あなんか人に怒るんだったらこういう人なんだろうなって思うし、物に怒るんだったら物だもんなって思うし、本当に怒らなきゃいけないところに遭遇してないからなのかな、うん、爆発。いやでも私はでも全然イラッとしちゃうタイプだとは思うので、うん、穏やかかって言ったらちょっと分かんないけど、うん、もう怒るのは苦手になったって。そっか、怒る側の方にもいろんな思いがあるもんね、うん、怒るのは大変なことだから、怒らなきゃいけない場面に遭遇してないからと思うよ私は。うん、じゃないかな。そうそう、だからまだまだ子供ですね。なんか怒らせないように気をつける。怒らせるようなことないと思うから大丈夫だよ。そうだよね、うん、かな、うん、このようなことに。じゃあ怒ったら教えます、なんかあったらこういうことで怒りましたって。そうね、頑張ります。それでは続いて、好きな偉人を教えてくださいって。マジ、ちょっと待ってよ、偉人ってさ、ちょっとウィキペディアしていい、基準が分かんない、誰まで偉人なんだろう。誰まで偉人なの？どこまで偉人？偉人ってどういうこと？ちょっと偉人の意味を教えてほしい。難しい。優れた仕事を成し遂げ、多くの人から尊敬される偉大な人。あ、じゃあ誰でもいいのか、どういうこと、誰でもいいの、偉人むず。じゃあうちも偉人なのかな。教科書に載ってれば偉人なのか。いや、うん、この人偉いなって思う人が偉人になって、でも私志村けんさんが大好きだったんですよね。この方は偉人で、偉人ですか。いや私はものすごく志村けんさんが好きでした。はい、マジで志村けんさんの番組見るためにめちゃめちゃ走って帰ってた。
バスケ終わって、うん、小学校の時大好きで、ほんと前めっちゃ好きだったの本当に。でもう最近までほんとずっと好きでテレビめっちゃ見てました。志村けんさんが大好き人間でした。今もたまに検索かけてみたりするくらいです。はいすごいからね、あの方って本当に日本に笑いを届け、笑いを作った人じゃないかな、初めてぐらいのレベルな気がするけどですかね。それでは続いて、最近感心した雑学教えてくださいだって。うおー、私こういうのめっちゃ好きそうだよねねよくね知ったことをねママとかに話すことが多いんだよね。亡くなる直前までいつか検視したいって言ってた。3日前ぐらいに言ってましたよね。3日前ぐらいまでずっと言ってた。そうそう、超言ってましたよ。いろんなとこで結構言ってたんじゃないかな、私よくご存知で。そうなの最近感心した雑学はなんだろう、なんかいっぱい私持ってる気がするんだけどパッと出てこないね。何かな、雑学か、なんかメモってないかな。持ってないか。なんかあった気がするけど、なんだろう私。あ、でも雑学、どっかで言った気がするんだけど、iPhone 使ってる方だけになっちゃうかな。あ、でも Android の方ももしかしたらあると思うんだけど、アプリとか開くじゃないですか。で結構立て続けに開かない？ LINE、Twitter 開いてみたいな、写真開いてバンバンみたいな開くでしょ？であれさ、タブ閉じる？みんなこうさ、なんていうの、こうなるみたいな、そう、こうピョンピョンピョンってシュッ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 ってタブ閉じる？と思うんですよ。あれを閉じた方が、携帯が軽くなるとかさあると思うんですけど、あれね、閉じない方がいいらしいよ。閉じるとアプリが一回終了するから、また立ち上げるときに電力がかかるから、充電を持たせたいときはやんない方がいいってらしい。だから例えばディズニーに行ったときとかに充電と保てたいじゃん。だからなんか必要なアプリは開いといたままのがいいらしいよ。それこの間なんか言ったかもね、なんか言った気がするね。うん、だからこう、閉じない方がいいっていうよりかは充電が早く減るらしいので、あんまり減らしたくない時は開きっぱの方がいいみたい。あと充電をしながら携帯触ってると充電の減りが長期的に見たな早く減るとか、あとは携帯でスマホで iPhone の人こうやって打つときに
わーってこう打つでしょ、打つ時にこのカーソルを空白長押しすると動かせるっていうの知ってた。前聞いた時マジってなった思いだって、あこれ知ってる、これもなんか 言ったかもなとか、あとはiPhone のiPhone ばっかりだよね。iPhone の私は結構字が読めなくて検索かけるときに困っちゃうときがあるんですけど、そういうときはこのキーボードに これあこの簡体書写なんていうのかな、このこのこのキーボードのやつを入れると、あの字なんて読むんだろうなって時にここに書けるので、カシマのカとか難しいから読めないなとかったらカシマのカって書くと出てくる、こうやって出てくるとか。雑学ですかねこれは。どうだろうとかですかね、手書きモード的なのが誰でも使えるよっていう。そう中国語かな、でも漢字なので入れようと思えば入れられるみたいですね。とか一生懸命ちょっと答える、みんなのためになるのであれば答えたいな、雑学。どうでしょう、頑張った頑張った。それでは続いていきますか。次、あやちゃんの雑学って、私の雑学は触ると離れる、離れると触るです。雑学基本的にうちはもう自分のなんていうの、テリトリーっていうの、こう人間が入っパーソナルスペースなんていうの、この自分のこう人間と会話する距離みたいなの、ここまで入ってくると近いな、ここだと遠いなっていう距離が広めなんですよ。自分の周りに物を、物だったり人間だったりを入れても大丈夫なスペースがすごく広いタイプなんですけど、触られるとビクってしちゃうけど、触らなかったら触りたくなるっていう人ですらしいです。どうでしょう、メンバーとかによく言われますですかね。どうだ、簡単な自分の性格をちょっと分析してみました。じゃあラストいきましょう。ラストじゃじゃん、最近見た映画のタイトルって、ね、哀愁シンデレラ見たけど、それ以降見たかな、なんちょっとじゃあ履歴見るか。哀愁シンデレラは見たな、あキャラクター見たいなって思ってたところだからまだ見てない。
か私見せた気がするんだけど、気のせいか、気のせいか、ドラマはね見たんだけど、哀愁シンデレラ見たのもちょっと前だぞ。あー意外と最近映画は見てなかったかもしれないですね。哀愁シンデレラは土屋太鳳さんと田中圭さんの映画なんですけど、基本的には土屋太鳳さん演じる女性の方が彼氏に浮気されたりとか、家が火事になったりとか、おじいちゃんが倒れちゃったりとか、そういうのがなんか1日2日でブワッて起きて、すっごい不幸なことが連続起こるんです。でボロボロになっ、心がもう痛いよってなってるところに田中圭さんが現れて、田中圭さんのことをちょっと助けるんですよ、とあることがあって。そこから田中圭さんと土屋太鳳さんの素晴らしいラブストーリー始まるんですけど、そうだからシンデレラね、こうどん底から這い上がる女の子の話です。その田中圭さんもすっごいお金持ちで病院の先生なので、その田中圭さんには娘さんがいるんだけど、奥さんが亡くなっててシングルファーザーなわけ。そっから娘さんとどう、そう打ち解けて、すごい娘さんすごく気難しそうなんだけど、土屋太鳳さんにはすっごい心を開いて、もう運命の人なんだろうなって田中圭さんも思うわけよ。でもそっからね、ただの幸せなストーリーじゃないよっていう話、何かが起こるんだよっていう話でした。これがね面白かったです。最後私はもう瞬きいっぱいしちゃった、ってなったんだけど、なんかこの監督さんがなんか楽しんで作ったのかなって思った。すごいストーリーなのもなんか考えつかないよそんなのみたいな、大丈夫みたいな感じではあったんだけど、なんかすごくもうすごいなんかに人間味を感じる映画っていうか、なんか人間の悪いところを感じる映画で、すごいうおーってなるんだけど、それが面白いかな。結構これ何言ってもネタバレになっちゃうかもしれないからもう言わないけど、なんだろう、あーもうそれやめて、もうやだってなる感じだとしたら、なんかもどかしい、こうどうにもできないよみたいなのがあったりとかするんだけど、めっちゃ面白いからおすすめです。めっちゃ面白いかどうかちょっと分かんないけど、私はそういうの好きだから面白かったです。面白い系の映画ではないけど、よかったら見てください。はい、あらすじ話すのは得意だよね。なんでママとかにめちゃめちゃ話するんでですかね。どうでしょう、あとなんか見たい映画あるかな、私見たい映画を見つけたら教えます。 Amazon プライム、 Netflix で見れます。これは多分ですかね。 Yes、 映画館で見たいタイプかもしれない。それはそうかも。結構家で見ると結構ファッて終わっちゃうかもしれない。でもねすごい面白かったですよ。食い入って見ちゃった。でもですかね、家事に見てほしい映画があったら教えてください。あとは私がまた映画を見たら教えます。見たい映画が結構あるので、ちょっと
時間を見つけて見に行かないとなって思ってますが、頑張ります。はい、ということで、すいません、本当に私の私情いっぱい話してしまいましたが、皆さん、これからも歌唱の配信を見に来てくださると嬉しいです。今期のドラマ何見てるって話しよう、しよう。その話はね、毎回毎期でやらないと。今私が見てる映画を教えますね、映画じゃないドラマを教えますね。今期も映画ドラマ続々と始まってきましたけども、皆さんは何をご覧になってますか？私は、彼女を借りします。これアニメ見てたんですよね、私アニメも見てたんで見てます。オールドルーキー、これ今日朝見ました。これはどうなっちゃうんだろうね、すごいドキドキしてます。次、一応初恋の悪魔も見てるんだけど、あんまり内容が入ってないです頭に。ビエン、ナイトフライ、ナイスフライト、これも面白かったです。これおすすめです。石子と羽男、これも面白いです。これはもうね、日本のドラマって感じがすごいする。初恋の悪も面白いんだよね、私もさ面白いんだろうなと思って見てるんだけど、なんかバタバタしながら見てることが1話も2話もなんか内容が全然入ってなくて、ちょっと悔しい思いをしております。次、何かな、純愛ディソナンス、これ面白いから見て。吉川愛ちゃんが好きなんです。私はどうなっちゃうんだろう、これもなんか恋愛ものではあるんだけど、結構夜中に見たらすごく雰囲気が出てのめり込めるような、ちょっとダークチックな、ダークチックまではいかないけど、何ありな恋愛なんで面白いです。六本木クラスいいね、六本木クラスいいね、面白い。私イテモンクラスガチガチ見たね、あのどっちも私は結構全部別物として見るタイプなんですよ。あの実写も漫画と実写も別物だとして見るし、こうリメイクも別物だとして見るタイプだから、超どっちも面白い。なんか私比べるの嫌いなんで、あのめっちゃ好きです。なんかもうやっぱ日本の俳優さんの表現っていうのってすごく、なんだろう、韓国とはまた違う捉え方ができて面白いですね。うん、六本木クラス面白い。これもまたあの結構韓国のリメイクっていうのもあって、あの起伏が激しいから、見てて目からの刺激が多いから楽しいですよ。家庭教師のトラコも見ました。これまたすごいドラマですね。あの結構人間の考えるものみたいなのをくすぐってくる系のドラマです。次、鉄八、あーこれね、鉄八ね、これも面白いです。あの自衛官さんのお話なんですけど、すごい自衛官さんっていうのも過酷だったりとか大変っていうイメージが強いから、どんな感じなんだろうと思ったけど、すごくフランクにあのストーリーが進んでいくから面白いなって思いました。面白いなで見れるっていうのがすごいなって思いました。ユニコーンに乗って、あーそう、これこれこれね、あのどうなるんだろうね、これは永野芽郁さんのやつなんだけど、なんだろう、ビジネス系のお話ではあるけど、恋愛も並行して進んでっていう感じが面白いです。赤いナースコール見てますよ。先誰かコメントした。これ怖いからちょっとどうしよう。もうなんかやめようかなとか思い始めてきちゃって。嘘です。ちゃんと見ます。魔法のリノベ。これ早く見たい。え、今日じゃん。今日。
魔法のリノベ今とか私的にすごく好きです、うん、すごいのめり込んで見ております。はい、あと競争の番人って名前合ってるかな、これも面白いです。これは私アンさんのドラマ見るのめっちゃ久しぶりで超好き、アンさんが好きっていうかな。私これぐらいです見てるのはですね。はい、どうしようはい、心霊の怖さじゃないから見れる。そうだね、サスペンスだね。赤いナースコールはサスペンスはだからなんか、しかもなんかドラマって結構展開進むのがゆっくりだからさ、ババババババンってこう狂ってるかはこううわーっていうことが多いから見やすいんだよね。怖い系もすごい量でしょ。いやでも私ほんに流し見ですもうやることもいっぱいある、あいっぱいあるから、それと並行して見ることが多いの。洗濯物しながら一個ドラマ見て、ご飯食べながらメイクしながら一個見てっていう感じだから、あと帰り道見てとかだから、あの何こう集中して椅子に座って飲み物持ちながら見るとかじゃないから、たまにこうあの抜けちゃう時もあるんだけど、それが好きなんですよ。私流し見が大好きで、そうバーって流れながら見るのがすごく好きなんです。だからママとかとは全く違うタイプ。ママはもう一文字足らず抜けないように聞くタイプですね、うん、そうそう。私あんまりねじっくり見ちゃうとね感情移入しすぎちゃって出てこれなくなっちゃうから、ラビット見てないのって、見てる時もあるラビット面白いですよね。あれでしょ、朝の番組だよね。あ面白いですよねラビットはさ。あ流し見するの苦手だよね。あのイテモンクラスとかはあの字幕だったんで流し見っていうのができなかったから、すごく見るの大変だった。そうなんか結構あのおーおーって心が入っちゃうからすごく苦しくてそう そこそこ流し見の方が自分的には結構あ流し見うんそうそうか合ってるんだろうなって結構思うし、あといややらなきゃいけないことをやらなくなるから、ちゃんと好きなもの見ながらやるのやらなきゃいけるってのが好きです。流し見なら結構内容入ってくる。そうだね、だからたまに内容抜けちゃうことも全然あるんだけど、それぐらいがすごい好きです。楽しい楽しいですめっちゃドラマ。はい、ということで皆さんどうでしたか、楽しんでいただけましたか。また最近、最近じゃない、これからいろんなアプガニキのライブがあったりとかいろいろするんですけど、私にまた会いに来てくれたら嬉しいなと思っております。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。あはは、沈黙シリーズね伏線見逃してるとこないって結構あると思う。私伏線とか全然気づかないタイプでやばいんだよね。そういうのがだからあんまり得意じゃないかもしれない。そうだから教えてほしい。だから誰かと一緒に見たい、うん、めっちゃ誰かと一緒に見たいなと思っちゃう。ほんであのラブストーリーがめっちゃ好きだから、ラブストーリーってなんか簡単に見れていいよね。大塾生の以上です。またお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。